幕張メッセホール5にてしっとりと開催中のホットショットレンズバーひっそりオープンしておりますが、まず今日最初朝9時半から10時まで配信がありまして、2回目ということで、私チーママと、ママと、はい、常連客のママ、はい、お客様でお届けしておりますでは2回目の配信なんですけれども、配信のテーマについて伺っていこうと思います。はい、それではですね、今日本日2回目の配信、幕張メッセインタビュー2023の会場からお届けしておりますホットショット石川でございます。ですね、このレンズバーというのを今回やりまして、ホットショットの、2年前にやった企画のまたブラッシュアップ版ということでやってるわけなんですけども、今回はですね、ちゃんとしたメーカーさんからの協賛も得てですね、素晴らしいレンズたちが来てるんですが、その中でもウクライナ、今ちょっとね、戦争とかそういう問題で、非常に、話題になってますけれども、そちらの、ウクライナの方で製造されているアイアングロス、グラスという、アイアングラスですねというレンズ、これについて、今日は深掘りしてまず語ってみたい。今回も太田黒明さんに、いろいろ語っていただこうと思ってます。いろいろ教えてください。よろしくお願いします、はい、まずどんなメーカーなのかっていうのをちょっとね、聞きたいですよね、うん、そうですね、いろいろとご紹介いただきたいなと思います、はいはい、アイアングラスというメーカーは、先ほど石川さんがおっしゃっていただいたようにリハウジングのメーカーですね。でリハウジングをする前はレンズモッド、リハウジングまではいかないけどスチールレンズにギアをつけてみたりとか、そういうものを作って販売していた会社で、少しずつこうレベルアップしていった会社ですね、はい。で僕たちが2年前に2012年のインタビューの時にも一度、2021年のインタビューで僕たちが紹介したのもそのアイアングラスなんですけども、その時はこういう形でした、こっち、はい。でこういう形のものを、あの時は、ご紹介して、こういうのが、あるんですよと、で、あの時は言えたんですかね、ザ・バットマンで使われてますよとかは多分まだ言えてなかった頃ですよね、で実際にこのタイプのこの形のアイアングラスの、主に 58mm と 85mm がザ・バットマンの、カーアクションシーンですね、で使われました、で他にも、デューンでも使われましたし、一番最近だとザ・クリエイター、ね、今話題のちょうど、はい、そうですね、FX3 で IMAX 上映をする映画を撮ったで話題なんですけども、その中の何カットかで、こっちのマーク1の方を使われました、で今回紹介するのは、マーク2、ということで次世代ってことですね。また新しくですね、マーク1をそれこそグレッグ・フレーザーさんとかに見せて使ってもらって、もっとああした方がいい、こうした方がいいというフィードバックがもういっぱい来たわけですね。あ、なるほど。それに応えるべく、2年ぐらい頑張ってブラッシュアップして、このレンズを、僕も買いました、これを、ウクライナにもう一回送ってくださいと、そしたらリハウジングして戻しますよっていうことで、キャンペーンがまず最初のターゲットは僕たちですね、その最初のロットの人たちはもうまずこれを持っている人っていうのが対象、今は、誰でも買えます、1年待ちとかになっちゃいますけどね、はい。で僕たちが、バッチ1って言って、最初のロットの人たちなんですけど、タイミングがすごかったんですよ。そのマーク2のデザイン、そしてモックも作って、プロトタイプも作って皆様に提供できます、じゃあ送ってくださいって言ったタイミングがウクライナとロシアが戦争が始まった1週間後だったんですよ。そんなタイミング、じゃあ2022年の、ね、
2月ぐらいっていうタイミングでやったってことなんですね。そうです、うん、だからそれは僕はマーク2ね、うん、モックみたいなのも見て、はいはい、いいなと思うけど、うん、今まさに戦争勃発しているところで送って戻ってくんのかなとか、うん、そういう不安もありつつ、うん、でもこれを作ってる人たちってものすごく技術を持ってる人たちで、うん、応援したいわけですよね、うん、でやっぱり僕はそのちょっとあの知り合いの知り合いがこのアイアングラスの本体とちょっと関わってる人とかがいたりとかして、あのいかに彼らの生活が今大変か、うん、でこのアイアングラスのファウンダーの一人である方が、うん、もう戦闘服着て最前線で戦ってたりとかするらしかったんですね。写真もね見ましたしね、はあ、なんかでそれで特別番組も実は僕たちで作りましたよね、やりましたよ ね、 やりましたよね、ドネーションの、うん、でそういったこともあって、うん、まあ、やっぱりあの応援をしたいなと思って、うん、僕はまあいいと、うん、そのもう彼らを支援するためだと思って、うん、まあ、その時はだいたい7000ドルですね、まあ、追い銭7000ドルで、6本セットを全部リハウジングだったんですけど、うん、実はねまず半額払ってくださいと、うん、でこっちに来たら半額払ってくださいみたいな感じだったんですけど、うん、やっぱり僕は彼らに仕事がなければ彼らを辞めなければダメでしょ、仕事を、うん、それは嫌だったので、結構多くの人が最初のバッジのを買った人たちはもう一括で買ってるんですよ。へ、彼らを支援するっていう意味も含めて、はいはいはい、で他の人はもう別にいいからって言って、ただ単純にお金払ってレンズはもうこれでいいから、うん、マーク1の分のはあげるみたいな人もいたらしいですよ。すごいな。そのぐらい愛されているリハウジングメーカーです。なるほどね、はいはい、まあ、本当に質もねやっぱりいいんだと思うし、はい、まあ、そのグレイグ・フレイザーみたいなアカデミー撮影監督が使ってるっていうだけでも全然違うわけですよね、うん、そういう部分では、はい、ということで、まあ、このマーク2今回また来てるわけなんですけども、ね、はい、まあ、これも白とね、あの普通の筐体と、まあ、2つあるんですけど、はい、まあ、この辺もちょっと説明をしていただけますかね。はい、なんか、まあ、これがまあ白ですね、はい、で黒がこちらですね。これ別にあの、なんか中身は同じなんでしたっけ。これはハウジングの、側の色が違うだけで、中のガラスは全く同じものです、はい、まあ、好みで選んでくださいで、まあ、オプションですね。これショッピングサイトに行くとあの選べます。まずは黒がいいのか白がいいのか。料金は変わらないんですか。なのでこれは、まあ、蓋は黒いんですよ。ああ本当だ、蓋白がいいですよね。そうですねでちょっと大きい声で僕は言いたい大きい声で言っておきましょう料金変わんないです。あの白にしても黒にしても料金変わんないですけど、多分白の方が、あ、ごめんなさい、僕持ってます多分白の方が来るの遅いかなっていう。あ、人気があるかな。人気があるのと作るのに時間もかかる。作るのが多分あの大豆の時間が多分こっちの方がかかるんじゃないかなっていう感じですね。はい、で、まあ、そもそも、まず今のバージョンの、リハウジングっていうのは大元となるレンズがあるわけですけど、はい、それはどういうものが使われてるかっていう説明ですけど、はい、今日は、このレンズですね。これ37ミリです。で全部ここに僕が先ほどから見せてるのは全部37ミリなんですけど、大元はこれです。大元はこのちっちゃなレンズ、もう本当に手のひらに収まるぐらいのこのサイズのレンズが、大元の、ま、いわゆるドナーレンズといいますね。そのリハウジングをする時の一番中に入っているレンズをドナーレンズといいますけれども、ドナーレンズはこれです。これは、ソビエト時代ですね。ソビエト連邦時代にソ連がたくさん作ったレンズなんですけれども、ま、ソビエトとアメリカっていうのが冷戦を行って、ドイツが東と西にベルリンの壁を隔てて分かれてました。で東にも西にもカール・ツァイスがあったんですよね。で東が、ロシア側の領土というか、まあ、支配下になった。その後、そのツァイスのメーカーというか、まあ、技術者たちですねがごっそりこうソ連邦のものづくりに、引っ張り出されたわけですよ。でツァイスのレンズをもうほぼ丸コピーしたような、でもソ連の、
なんか共産国なんですかあそこは、まあそうね、共産権のね、うん、権の共産主義的な工場で、うん、ガンガンたくさん作られて、うん、やっぱりちょっと質は悪いわけですよ、うん、ガラスの質も悪いし筐体の質もまあ悪い、でもものすごくたくさん作って安く売ってめっちゃ売れて、うん、世界中にあるわけです。なのでこのレンズはまあ今はやっぱりちょっと話題になって値段上がってますけど、あの安くたくさん状態のいいものが、花瓶も生えてない曇ってもいないものがもうラッキーだったらデッドストックが手に入るぐらいの数が出ているレンズですね、はい、でこれが大元になって、でリハウジングというのはですね、この中に入っているガラスだけを取り出して、そして筐体と言われる、まあ、ハウジングですね、リハウジングのハウジング、こういう筐体に作り変えることをリハウジングと言います。で次にこれも全く中身同じで、リハウジングしてマーク2になったのがこの形、まあ、リハウジングが何かってことですよね。まあそうです、はい、ええ、うんうん、ということで、まあ、あのこれがいわゆるソ連で作られてたレンズなんですけど、はい、まあ、有名なのヘリオスってあるんですけど、はい、今これ、20mm、28mm、37mm、58mm、85mm、135mm の6本セットですね、はい、でヘリオスっていう名前有名じゃないですか。ヘリオスって名前がついてるのが今2本 58mm と 85mm、この2本のことをヘリオスっていう名前がついてるんですね。まあ、他にもヘリオスあるんですけど、うん、あのリハウジングで使ってるのはその2本ですね、はい、でこの37ミリになるとミールっていう名前、ね、ミールっていう名前になるね、うん、ワイド系は20ミリ、28ミリ、37ミリはミールのシリーズになりますね、うん、はい、で135ミリになるとこれがまたタイヤーっていうのですか。タイヤー、はい、へー、この名前タイヤーはめちゃくちゃいいですよ、うん、あ、そうなんですか。で今うん、何についてるやつが今ベニスにタイ、あ、違う、ん、どっちやろ、135どっちですかね。キャノンですね。 FX3 に今ついてて、はい、うん、A は FX3 になってるはずですね。今これ、はい、これがそうなのかな、はい、これがタイヤですね、はい、これがタイヤで、うん、よっ、これが、85 のヘリオス、ヘリオスの40-2っていうやつですね、はい、うん、になります。ということになるわけですね、はい、ということでそのいわゆるソ連で作られたその辺のシリーズが、はい、まあ、リハウジングされたものを、はい、ウクライナで作ってるっていうこと で、ね、これ今あのロシアと戦ってるじゃないですか。戦ってます。だからやっぱそのロシア製のレンズが入りにくいとかそういうことはあるのかしら、分かんないんだけど、なんか意地悪して分かんないですね。でも実は今そのウクライナのメルトポリという都市にそのアイアングラスはあるんですけども、はい、うん、結構海側なんですね、はい、でロシアは海の方からも攻めてるんですよ。確かロシア領土内っていうか攻められちゃった中に入ってるんですよね。そうです、確かメルトポリもうすっぽり入っちゃってて、うん、もう最前線でも何でもなくて、うん、もう言ったらもうロシアなんですよ、すで、うん、に、うん、あの政治はロシアになってると思います、うんうんうん、でも、まあ、早くあの侵攻が進んでそこを通過したおかげでというのもおかげでというのもあれなんですけど、うん、まあ、治安自体は落ち着いている、あ、うん、はい、なるほど、うん、で普通に皆さんは生活をしている、うんうん、で実際にあのやり取りをして僕のレンズも来ましたし、うんうん、他の方たち の、 あのレンズも、うん、今日本に3セットあるんですけど、うんうん、そのレンズも全部届いているので、なるほど、あの、まあ、行政はちゃんと回ってるでしょうし、うんうん、あのビジネスも回っているのは、うんうん、あのそれで感じ取れましたね。そこでね、実際に今も作られているということなんですけども、うん、でその、まあ、今までソ連の、オールドレンズを使って作ってたものが、はい、今度実は新しく今回、まあ、インタビューでいよいよ発表ってなりましたけど、はい、まあ、今回バナーなんかもね飾ってますけども、ね、はい、今回はロシアレンズでしたが、うん、今度はサイスの、本当にカールサイスの、うん、まあ、今度は東から西に移動した感じになるんですかね、うん、サイスイエナっていう、うん、あのレンズがあるんですけども、もらっていいですかちょっと、はい、あ、こっちに出しちゃうかな、はい、はい、サイスイエナっていうレンズを、リハウジングスタートするそうですっていう発表がありました。これからスタートすると、はい、そうです。あ、で、なるほど、今受注始めますよっていうアナウンスが流れてます、はい、
でこのザイス・イエナっていうのはもう歴史的にも結構ずっとシリーズが作られてきていて、うん、ハウジングも実はそのなんでしょう、スチールレンズの時代からちょっとずつ変わってたりとか、うんうんうん、コーティング変わってたりとか、うんうんうん、まあ、中身もきっと、エレメントのデザインもちょっとずつ変わってるんですけども、イエナシリーズっていうのはあるんですね。で結構いろんなイエナシリーズがあるんですけども、選択肢が多くて、自分が好きなイエナシリーズをアイアングラスにこれをリハージングしたいっていうことで言えれば、リハージングをしてくれます。なるほど、はい、ドナーレンズを自分が持ってたら、うん、それをウクライナに送れば、はい、それでリハウジングしてくれるっていうことですよね。してくれます。それでやると、はい、多分500ドルぐらい確か安かったと思いますね。でもちろん向こうで頼めば向こうで用意したドナーレンズをリハウジングしてこっちに送ってくれるっていうのはあります。ただやっぱり全て中古ですからね、うん、自分で送るにしても中古だし、アイアングラスが提供してくれるレンズも中古なので、うん、まあ、一番信じれるのは自分で見てクリアなものを選んで、うん、送るっていうのが一番信じられるとは思いますね。はい、まあ、今回アイアングラスさんの方で非常に今回インタビューに、ね、正式こういう形で出展 してくれるということで、はい、なんと特別なクーポンコードを発行していただきました。はい、でこれが、まあ、一瞬チラ見せですね、はい、一瞬チラ見せで会場に来てください。そう、はい、このクーポンコードを入れますと、はい、なんと 15% 引きという 15% オフです、はい、かなり大きいですよね、はい、これはカタログとかバナーをこのブースに来て見ていただけると、はい、分かります。ありがたいですね。で、このクーポンコードはリハウジングの製品だけではなくて、レンズキャップとかアダプターとかいろんな細かいものがあるんですけど、全部のプロダクトにこれは使えるそうで、全部の商品が 15% オフになります、うん、はい、一応今年の12月30日までと、ね、いうことで、ね、はい、年内いっぱい、はい、注文いただければ、はい、ぜひっていう形ですね。ぜひぜひお願いしたいですね。実はねこれリハウジングレンズその何、さっき言ったバットマンとかね、うん、もうアカデミー監督撮影監督が使ってるじゃないですか。で高いのかなと思ったらやっぱ元がこれだから、うん、そんな高くなくて、まあ、シネマレンズとしては安いですよ。そうですよね、うん、普通シネマレンズっていうとやっぱり何百万とか1本ですね、ね、はい、1本するじゃない、うんうん、でこれ確か3000ドル未満ぐらいのそのぐらいの値段ですよね、はい、でこれでまた 15% オフって、いや激安ですよ、 かなりお安い、はい、今ブラックフライデー実はやってるんですけど、ええ、それよりも安く買えます。そうですね、はい、もうここもブラックフライデーぐらいな感じになってますよね、はい、なんかそんな感じなんで、まあ、ぜひね、はい、ちょっと来ていただいて、まあ、クーポンコードを手に入れていただいて、ね、まあ、手に入れていただくというか、はい、もうこれ見ていただければいいんですけど、うん、なんかこのイエナにすることでなんかアイアングラスからのなんかメッセージ的なものって何かあるんですか？イエナっていうのは彼らだからまずこの作りましたよね、うん、ソビエトのレンズのリハウジングっていうのを彼らは決定して作った、うん、でイエナっていうのはそのヴィンテージレンズフォービデオっていうフェイスブックグループがあるんですけれども、いろんな人にこう聞くわけですよ、うん、ポールが立って、まあ、投票みたいなのができて、うん、次は何がいいかっていう投票を結構長い間やってみんなで決めたシリーズ、次はじゃあイエナだっていうのを決定づけたのは彼らの独断ではなく、本当に世界中の撮影監督が次はこれがいいっていう一番得票が多かったのがイエナなんですよ。あ、そういうことでこのイエナにしてるんだね。イエナになってます。その要素はすごく大きくて、うん、なのでこれはですね、みんながやっぱりザイス・イエナの光学性能プラス、うん、やっぱりそのルックが好きなんですよ。なるほどね。それをぜひ映像で使いたいけど、うん、やっぱりこういうリハウジングにして、はい、映画のフォーカスギアとかね、ついていて使いやすい状態にしてくれるんだったらこれをやってくれっていうのが、うん、得票で決まったのがイエナです、ね、はい、これは大田黒さん的に、まあ、こうリハウジングとか、まあ、オールドレンズ の世界っていうのを相当追求してるじゃないですか、はい、今までハマっちゃいました。完全なレンズマンオタクになってますよね。急に、はい、でその中でね、例えばじゃあ、はい、
イエナの次にリハウジングしてほしいとか、はい、あ、もうこれ声を大きくしてここで言っちゃっていいんですか。いや、いいですよ別に。あの僕はぜひぜひアイアングラスに言いたいのは、キャノン FL をやってほしいです。あ、はい、キャノンね、キャノン FL を次絶対やってほしいです。これ残念ながらね、本当インタービーで僕がこういうブースをやろうと思ったやっぱ要因でもあるんですけど、まあ、キャノンさんにしても、まあ、フジノンさん、フジフィルムさん、はい、にしてもレンズ作ってるメーカーって新しいのしか出せないというか出さないというか、うん、まあ、出せないでしょう ね、まあ、ね、コンプライアンス的な問題なのかも分かんないけど、うん、ところが今ほら世界中の映画とかって K35 とかもそうだし、そ FD とかもそうだけど、うん、みんなそういうので映画撮っててそれがいいっていう話になっ て、ね、世界の映画業界とか湧いてるわけじゃない、はい、だけどそれを紹介するブースがないから、まあこういうのを我々が仕方がないからやってるわけで、はい、なんか本体があそこに出てるのに、はい、それを差し置いてちょっとどうなのかっていうのも思ってさ、そうですね、で前回とかあの FD とかも出してるじゃないですか。いっぱいありました、ね、まあ、本当はあるんですよ、本当あるんですよね。だからちょっと3日目ぐらいに来るともっといいレンズが出るかもしれない、はい、まあいいやそれは、はい、でもなんかそのやっぱオールドレンズってやっぱそういう魅力があって、まあ僕の個人的な話で言うと、うん、まあ、あのカール・ツワイスさん の本社、うん、オーバーコヘンというところにあるんですけど、はい、そこに取材をしたときにやっぱりあの1970年代以前のレンズの鋼材っていうか原料ですね、はい、に鉛が含まれてて、はい、その鉛が含まれてるのがそれがまあちょっと、まあ、体にあの作ってる人たちの体に悪いとか、うん、そうですね、そういう有害だとかそういう問題で使われなくなったんですけど、うん、その鉛が入ってることでその赤の見え方が全然変わるとか、うん、赤の発色が変わるとかなんかあるんですって、うん、やっぱでそれをまあ新しい技術でコーティングで賄ってるんだけどやっぱどうしても違うみたいな、ガラスの中のあの厚みの中での光の変化とやっぱ表面とではちょっと違うんでしょうね。でそれでやっぱそのオールドレンズみたいなのがもてはやされているとか、うん、そういう見え方が違う、ルックがいいとか、うん、違うとかいう話になってるということで、はい、まあ、これやっぱり日本製のレンズもやっぱ大きく言えることだと思うんですよ、うん、でそうするともうキャノンさんしかり、あと最近ちょっと話題になってるやっぱミノルタさん、まあ、はい、今ソニーになっちゃいましたけど、うん、そのアルファシリーズの前のね、はい、ミノルタのシリーズだったりミノルタ6コールですね、そう、あと、うん、ペンタックス、ペンタックスとかね、はい、マミヤ、うん、だそういうレンズもリハウジングするっていうのが、まあ、世界的にもちょっとトレンドで今後来るのかな、もうトレンドでもう、いやもう来てますね、もう全然当たり前の世界になっちゃいましたね、はい、でリハウジング、まあ、ちゃんと、レンタル屋さんでご存知の方たちはいて、うん、で TLS とか、ロンドンというかイギリスですねのリハウジングメーカーのものを持っているレンタル会社さんもありますし、うん、本当に、まあ、今回ご協力いただいているあの渋谷のカプセルさんなんかは、うん、世界でも一番早いタイミングぐらいで一番新しい最新のリハウジングレンズを先ほどおっしゃったロックオールとか持ってたりするんですよ、うん、でもそれを知ってる方たちは少ない、うん、そうなんですよね、うん、まあ、こういうところで見る機会もちょっと少ないんですよね、そうですね、はい、だからまあぜひねちょっと今回アイアングラスをうちのブースでは、はい、なんと3セットも揃えることができたのでぜひ見ていただいてね、いろいろ試していただきたいなと思います、はい、実際ミカさんとかレンズちょっと女子オタク的なところもありますけどいかがでしょうなんかと私自身はレンズはあんまりデジタルがそんなに好きではなくて、うん、そのやはり中古屋さんに行ってオールドレンズを、うん、同じなんかフォクトレンダーとか買ってましたよね、フォクトレンダーとかあとは、スーパータクマ、スーパータクマだったりとかを買って、でしかも同じなんか50ミリを何本も揃えてみたりとか、なんか比べてみる比べたりとか、マニアじゃないですか、フレアの入り方がたまらないとかそれでやはりそのカメラによっても動画の見え方が違うんだろうなと思って、今家に富士フィルムと、まあ、ちょっとお借りしているソニーのカメラがあるので、それがどのように映るのか、でそれをどのように被写体が映せるのかっていうのは興味深いっていうのとがありますと、で今お話を聞いていてちょっと気になったのが、アイアングラスさんってもともとそのリハウジングっていうのをやっていた会社なんですかね、そもそも。
この一番最初はあのリハウジングまではいかないレベルのシネモッドレベルですね。そのレンズにギアをつけたりとかしてたんですけど、 こいつに外側をちょっとつけて、いわゆるシネモッドっていう形でこう改造するっていう、はい、そういうのをやってた、はい、それってもともとリハウジングをしてそのまあカメラ、ごめんなさい、レンズがこのいい風合いが出るからあの映画用に使いたいというオーダーがもともとあって作り始めたのか、その逆なのか、あーニーズを作ったのか、うん、タイミング的にはおそらく両方でしょうね。あ、はい、一眼レフムービーがやっぱり始まったじゃないですか、キヤノンの 5D から。その時から、オールドレンズを使う人たちは少しずつ出ていて、爆発的にやっぱり人気が出始めたというか、気づいちゃったのはやっぱりミラーレスになってからですね、うん、ミラーレスのフランジバックが短くって、その、まあ、スチルのフィルムの一眼レフ時代のフランジバックはちょっと長いわけですよ。この距離の間にアダプターを作る余地が生まれたわけですね、うん、なのでじゃあキヤノンのカメラに全然違うメーカーのレンズをつけるとかっていうのが、まあ、双方可能になったんですよ、うん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 、それで爆発的にオールドレンズをのなんて言うんでしょうね、もう一度そのこのレンズを見直すという機会が爆発的に増えたんだと思います、はい、なるほどなるほど、ありがとうございます、勉強になった、まあ、あとやっぱり僕なんか取材してて思うのが、最近インカメラ VFX、まあ、この会場でもねいくつかもやってたりしますけども、このインカメラ VFX の影響で、まあ、それこそ今ベニスありますけど、ベニスにその例えば、まあ、フジノンさんのプレミスターだったり、まあ、すごい高性能のレンズつけて、でさらに向こう側にソニーさんのクリスタル LED とかあったりすると、まあ、高性能すぎて、まあ、モアレとかやっぱすぐ出やすかったりとか、やっぱ調整も しづらいとか、でさっきやっぱ撮影監督有名な方とか来ててちょっと聞いたんですけど、やっぱそういうの障害いろいろあるっていうんですよね。でこれだけで解消されるわけではないですけど、まあ、いわゆるボヤボヤしてるレンズでもう昔ほど性能良くないじゃないですか。だからこうモアレが出にくいだとか、でちょっとフレアが出やすいから演出もちょっとかかるとか、なんかそういうなんていうの、反比例の構造なんかもあって、割とインカメラ VFX みたいなものが流行ったことで、またさらにこういうレンズの活躍の場所が増えたみたいなこともちょっとあるみたいです。なんかで実際こういうのでグレッグ・フレイザーとかはアカデミー撮影賞を取ったりしてるわけですからね。で実際にグレッグ・フレイザーもそういう意味もあって使っている部分があるとちゃんと言ってます、うん、はい、もうやっぱりバットマンとか見たらね、ぼやぼやですもんね、ぼやぼやですからね、ピンと合ってんのか状態なんだけど、言わせる人に言わせたらこれは放送事故じゃないかぐらいぼやぼやですからね、はい、ザ・クリエイターとかもなんか僕はまだ見てなくてごめんなさい、はい、わかんないんですけど、なんかピントぐらい合わせろよっていうコメントしてる人いましたよだからでも世界の水準はもうそこじゃないっていうか、表現としてのね、ピントが合う合わないとかそこで勝負してんじゃないよっていう、まあ、ピント合ってた方がいいに越したことはないですけど、まあね、でもやっぱり味として捉えられる僕たちはそのこのレンズを使ってデジタルの中でこういう表現をしてもいいんだっていう少しこう間口が開いたんだと思ってるんですよ、うん、あ、なるほど、その同僚がそれは撮る側も見る側もそうなんだと思います、うん、あ、こういう表現もいいねっていう受ける止められる度量ができたんじゃないかなと思います、はい、であとねアイアングラスさんは実はオーダーの時になんかいろんなちょっとオーダー、このカラーリングもそうなんですけども、うん、それ以外にですねなんかアンバーのおー、はい、おー、うん、こう真っ赤っかになってるんですけど、これ赤のフィルターが一応入ってるんですね、これ、はい、こうすることでやっぱり今ベニスの映像が多分アンバーに入ってるんですけど、これベニスの映像は一番別に真っ赤になるわけじゃないんだけど、やっぱりこう
ほんのりなんかねこういう感じになって、やっぱりこのこういうコーティングじゃない、これはフィルタリングですね、フィルタリングとかそういう加工もやってくれるわけですね。これがノーマルですね。あ、はい、ちょっと並べてみせます、うん、かなり表現は変わるんですかね、そのアンバーが入ると入らないで。これ同じ37ミリですけど違いが全然違いますよね、はい、なのでアンバー と、ノーマルとサイドバイサイドで見てみたいとおっしゃる方はぜひもう このインタビュー時しか多分無理だと思います。そうですよね、この3日間だけじゃないと今日本でこのタイミングでここしかないです、はい、ぜひお越しください。このマニアックな感じが、はい、私も見てみたいなと思いました。めちゃマニアックだねこれ。いやこのアンバーが入ることで見えるその世界と、うん、ノーマルで見える同じものを撮った世界がどんな風に見えて、どんな風にその影響を見ている人に与えるのか、うん、どう感じるのかって変わるのが興味深いですよね。いやなんかでも本当にちょっと深いんですね、本当レンズ沼がここは、ね、今アイアングラスのことしか話してないですからね。そうなので本当にアイアングラスさんね、ウクライナでね、まあ、ちょっとここでねドネーションまでやろうかなと思ったんですけど、ね、なかなか現金集めるのもちょっと大変だなと思って、はい、まあ、これぜひウクライナの方の支援の方も、うん、ぜひこの番組を通じて、まだね、はい、戦争で苦しんでる方いらっしゃいますので、うん、まあ、ぜひその辺のことも含め、はい、アイアングラスぜひご購入いただければ今回クーポンも配ってますんで、はい、ぜひお越しください。ぜひ手に取ってください。そうですね、はい、それは本当にぜひともお願いしたいなと思ってます、うん、あとなんかトピック的に何かありますか今回。まあ、他のレンズもね、もちろんあるんですけど、はい、基本アイアングラス特集なんで今回の番組が。アイアングラスのこと、まあまあ、ちゃんと家なのことも言えましたし、だいたい言い切ったかな、なんか言い切ったかなと思います。補足があるなと思ったらまたやります。そうだ、ね、またやりましょ う、 そうです、ね、まあ、実際本当にブースに来てね、そうですね、いじってもらえるのが一番いいなと思いますので、ぜひぜひお願いします。はい、ということでこんな感じで、アイアングラス特集よろしいでしょうか。アイアングラス、そうそう、はい、これ T シャツがね、特別に T シャツを、はい、これもきっと 15% ほどで買えます。あ、買えるんだねこれも、はい、T シャツも売ってるんですね。売ってます、へー、はい、そうそう、はい、そんなのもありますし、うん、まあ、まだね日本に数セットしかないという中の3セットここに来ちゃってます、はい、いやびっくりですね。しかもアンバーとかね、そういうのが揃うこともなかなかないので、はい、まあ、ぜひ見に来てあげてください。お願いします。ということで、はい、はい、それではお届けいたしましたホットショットレンズバー、第2回配信ということで、今回はさらにマニアックなレンズの世界へということで勝手にタイトル決めましたけど、はい、アイアングラスさんの紹介をさせていただきました。実際にですね、こちらの方にお越しいただければレンズもご覧いただけますし、実際にカメラに装着してですね、こういった見え方ができるとか、いろいろとお試しいただけますので、ぜひ、ブースまで遊びにお越しください。はいはい、あと明日のまたね、はい、配信やるんですけど、はい、これは今度ねまたまた太田黒さん、得意なところで今度は EL ゾーンっていうね、今ちょっと話題の、新しい、ゾーンシステムと言いますか、ゾーンシステムね、はい、それの話とか、まあ、あともしちょっと撮影監督の方とか遊びに来ていただいたんだったら、ぜひ特番で何かやりたいなと思ってますので、ぜひ遊びに来てください。お願いします、はい、お待ちしております。よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。